黒猫チャンネル。はい、始まりましたけども、今日のゲストは知念里奈さんです。おー、楽しみですね。本当に楽しみですね。どんな話をしてくださるのか、はい、もう早速行ってみましょう。はいはい、ではどうぞ。本日のゲストは知念里奈さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、こちらこそ声かけていただいて。今はどうですか？何をしてらっしゃる感じなんですか？もうね、いや、長男の学校のオンライン授業が始まって、あ、だからもう2ヶ月ぐらい家族全員がうちにいるっていう。なかなかないですよね。なかなかすごいことですよね。時間を決めてちゃんと朝起きて。おー、偉い。そう、バーレッスンして1時間朝ね。すごいでしょ。すごい。そうで、夕方には私はヨガもやって。あー、めっちゃ偉いじゃないですか。散歩も1回は行くようにして。あ、ただご飯がやっぱ大変で。そうですよね。なんかよく食べるなと思って、人ってね、朝昼晩私とかそんなに毎食きっちり食べるタイプじゃないので。もう子供ってほらちゃんと食べるじゃないですか、それ当然そうなんだけど、だからそのずっとご飯作って、なんかもうずっと台所に立ってる感じ。バーレッスンも台所でしてる。すごいやー、お母さん大変。僕ですか？もう、やばいっす。もうやばい。曜日感覚ももう時間ももうぐっちゃぐちゃになって、なんか10時、夜の10時とかに寝た日があったと思ったら、朝の4時半まで寝ない日があったり、うん、あと素朴な疑問なんですけど、オンライン授業はどうやってやってるんですか？はい、でももう本当に大変で、我が家あんまりパソコンが得意じゃないんですよ。そういうこうデジタルな感じが、はいはいはい、でも、もうじゃんじゃん宿題も送られてくるし、あとこういう形で先生と、うん、対面で授業しなきゃいけなくて、うん、お兄ちゃんはね、そのバレエ習ってるんですけど、バレエもオンライン授業が始まって。へえ、もうなんかもうカメラをここに持ってきて、そう、全身がこれで映るのかとか。でリノリウムも買って。あ、家にですか？そう、すごい。でもこんなね、若くて大事な時期にこんな 1,2、うん、ヶ月レッスンできないって結構、ね、うん、かわいそうだよ ね。頑張ってますよ。だからもうパソコンを一生懸命マスターしてわからないなりに、はいはい、なるほどなるほど。私バーレッスンやってるって言ってたでしょ。1ヶ月無料でやってくれたの、インスタの、ライブで、うんうん、毎日1時間で、もう800人ぐらい見てたから、はい、一人100円でも取ったらその先生いいのになって思ってたわけ、うん、そしたらやっぱ緊急事態宣言が伸びるって決まった時に、週4回緊急事態宣言が終わるまで、うん、なんか1ヶ月間5000円で会員になってくださいっていうのが来て。いや、絶対やった方がいいですよ、そういうの、うん、で当然だと思ってそ会員になったんだけどね、その会員になった人が300何人いたわけ。ああ。だから新しいその扉も開いたよね、そういう意味で、ね、いやいや、本当に本当にきっとずっとやったらいいのにって思うもん、この先生のやつとかも。てか、オンラインレッスンは残っていくんじゃないですか？ね、だってそれこそお母さん、私とか、はいはい、そう、お母さん、私もお母さんじゃない、ね、そうですよね。例えば、じゃあ今日は何時からヨガがあるとかっていうのって、ヨガができなくても、その例えば赤ちゃんが泣いて結果できなかったとしても、やろうとすることができるじゃない、うん、今ヨガに行こうとすると託児所に赤ちゃん預けていかなきゃいけない人たちはやっぱり多少お金を払ってもやりたいかなって。そうですよね、うん、思った、ね、でね、なんかこの間鶏もも肉を、はい、皮をねパリパリにしたかったわけ、はい、もうめちゃくちゃそこにもう情熱を注いで、はい、焼いてたのね、はい、そしたら揚げ油がここに全部飛んで、ここ今私やけどしてんの。え、マジですか？マジで。でもびっくりして、でその時はほら料理してると、なんていうの、時間が大事だったりするから、はい、
いてって言いながらもう鶏肉に夢中だったんで、鶏肉も早く出してとかなんとかね、まだいけてるかとかってやってて、で気がついたらもうすっごい痛くなって、でもそこから必死に冷やして、はい、なんかアロエを取ってきて、アロエとかって塗りにくったんだけど、そう、でもね、残ってんの、後に。だってさ、ちゃんとさ、毎日化粧水とか一応塗ってるわけじゃん、オイルとかさ、うんうん、それなのに顔にやけどするってすごいよと思って。でも大丈夫なんですか、それは。あと残るとか。でも、ここで見たら全然わかんないですけど。ドキドキしてる。なんかね、この辺とね、ここの辺りもあるの。見ないで、見ないで。直したい。わからないですよ、ここから見ても。本当大丈夫です、はい。これが一番のコロナショックです、私ね。大事件、コロナ大事件としては。大事件、本当に。ずっと台所にいるから、ね、そう、こんなこと起きるんだなって。ここでですね、お好きなカップにお好きな飲み物を持っていただいてるっていうコーナーを一応やってるんですけど、うん、ありがとうございます。うん、はい。それは、これは今日はルイボスティーです。ああ、なんか健康的な感じで。そうそうそう、はい。もうルイボスティーお好きなんですか？好きです。私コーヒーも好きなんで、でもコーヒーは午前中、そうですね、3時、4時ぐらいまでしか飲まないって決めてて、おお。そう。なんか眠れなくなっちゃうし、ずっと飲み続けるとこう あまり良くないとか言うから。なるほど。はい、こういうのにしてます。そのカップは何か思い入れはあるんですか？特にどうですか？これ、いったらカップだね。いったらカップ？あ、いったらって知ってる？知らない、何ですか？いったらって。いったらって読むんだよね、きっと。ごめんね、後でメールするね。いったらっていうブランドなんだけど。後でメールください。大きいカップが、はい、あ、なって。ありがとうございます。大輝くんは？僕はですね、今日は炭酸水を飲みます。ね、ジメジメしてるもんね、今日ね。今日ジメジメしてるんで、ちょっと飲み物だけでもちょっとさっぱりしようかな。最後の話もしようかなと思うんですけど、でももう中止になって以来、うん、お会いしてなかったじゃないですか。本当だね。まあ、最後もう稽古場に荷物取りに来てくださいで、取りに行って解散だったじゃないですか。そうですね、うん、だからスタッフさんとかには挨拶できたし、もうまたいつかみたいな感じで、みんなほらセットのさ解体とかしてたでしょ。ねえ、してらっしゃいましたね。本当に。そうそう、作ったばっかだったのに。本当よね。同役のエレンとかに、はい、その最後の挨拶でライングループ LINE に LINE したりとか、なんかここでは千奈さんとリンコちゃんと、うん、リンコちゃんとそうさよならの挨拶ぐらいはしましたけど、さよならの悲しいですね。さよなら悲しい。そう、はじめちゃんとかからもリナまたなみたいな寂しいメールが。でもそれぐらいかな。なんかどこにもやり場のない思いがありましたよね、あの時ね。やり場がなさすぎましたよね。しかもエレンはもうほぼエレン役としての稽古はできなかったですよね。そうそう、一回だけあれあったんだ。I still believe かな。ああ、一幕の、はい、うん、そこのシーンだけやりました。それはもうエレンとしては、エレンとクリスで、うん、お二人だけで、うん、こう別室でキムも一緒に。あ、キムも一緒に。そう。でもそれも本当にそうだね。二回歌ったかなぐらい。歌稽古はねしばらくやりましたけどね。僕ですか。僕は全体の稽古の一番最後が、うん、トゥイが死ぬところをやって稽古が終わったんですよ。もう終了に結果的になってしまったっていう。でもそこまでいけたんですね。一応召されました。あ、私ほら大輝くんが、はい、アンダーで稽古場でその代わりでやったりしていた時からすごいぴったりで素敵、もう明日にも本番できるなとか思って見てたので。いや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 、あれ新演出になってからですよね。そうです、あれ2012年ですね。そうだよね。そう、それで念願かなって、大輝くんの名前を見た時にはすごいやっぱ嬉しくて、すごい楽しみにしてたので、またきっとチャンスはあると思いますけど、ね、でも、いやいやいや、ぜひご一緒したいですけど、ね、でもとにかく本当にいつも通り自分も早く
あの客席でね見たいし、もちろんステージ上でね演じたいって思いもあるけど、早くその当たり前の日々に戻ってほしいなって思いますけどね。そうですね、そのことだけを思うとね、本当に。制作発表とか絶対にリアさんに記者の方が質問してる質問があるなって思ってて、もともとミュージカル俳優じゃないじゃないですか。初めてもう泣きながら仕事してたぐらい辛かったのね。キムとエレンでは全然もうやっぱ違うみたいな話、全然キャラクターが違う声が必要というか、